本校では、日本の陸上競技場、国立競技場の建て替えをめぐる経緯を記す。以下、建て替え前の国立競技場を旧国立、建て替え後の国立競技場を新国立競技場あるいは新国立とする。2008年5月29日に、文部科学省は、需要の変化や著しい老朽化に対応するため、サッカー専用競技場化などの大規模改修も視野に、 入れて施設としてのあり方を見直す有識者らを集めた調査研究協力者会議を発足させた。2009年に東京都が開催都市として立候補した2016年夏季オリンピックにおいて東京オリンピック構想で国立霞ヶ丘競技場はサッカー会場としてのみ使用される計画となっていた。陸上競技などを開催するメインスタジアムは晴海に建設される。 オリンピックスタジアムが予定されていた。だが、2009年10月2日に行われた IOC 総会の投票で東京は落選したため、専用球技場への改修は白紙となった。2011年に東京都が2020年夏季オリンピックへの立候補を表明し、2012年東京2020オリンピックパラリンピック招致委員会は、 国立霞ヶ丘競技場を8万人収容のスタジアムに改築し、開閉式、陸上競技、サッカー決勝戦、ラグビーの会場とする開催基本計画を正式に発表した。2012年に開かれた国際コンペでザハハディドによる特徴的なデザインが選ばれ、2015年7月8日、有識者会議の第6会議で見積もりの2倍に膨らんだ。 総工費2520億円の計画を承認、同年10月の着工が決まった。しかし、同月17日、安倍晋三首相が、現在の計画を白紙に戻し、ゼロベースで計画を見直すことと、予定していたラグビー W 派への申告率での開催断念を表明。再コンペを実施し、計2案の応募があり、12月22日、体制建設、施設計。 熊健吾のチームによる A 案に優先交渉権者が決定された。2008年5月29日、文部科学省は国立霞ヶが丘陸上競技場の施設、老朽化などを理由に、競技場への転換も含めた調査研究協力者会議を設置した。当時すでに行われていた2016年夏季オリンピックの東京招致活動では、晴海不動に新たに、 東京オリンピックスタジアムを建設してメイン会場とし、旧国立はサッカーのみの会場に用いる計画としていた。2009年2月19日に日本ラグビーフットボール協会の森吉郎会長は国立霞が丘の改修に言及し、2016年の東京オリンピック招致に成功した場合には国立霞が丘競技場を ラグビーやサッカーの専用球技場として改修したいと述べた。しかし、この時の招致活動は2009年10月の第121次 IOC 総会でリオデジャネイロオリンピックの開催が決定したため終了した。また、文部科学省による調査も終了した。2011年7月16日、東京都は2020年夏季オリンピックの開催地として 立候補することを発表した。2020年夏季オリンピックの招致活動では、既存施設の活用をテーマとして、旧国立をメイン会場とする計画を立案した。しかし、旧国立競技場をメイン会場として利用するためには、施設の老朽化対策、国際大会を開催誘致できる企画への改修などの実施が求められた。文部科学省と JSC は、 協議を重ね、必要な調査を行うことを決めた。この調査のため、2012年度の予算に1億円の回収調査費を計上した。中川正春文科省も誘致のポイントと語った。吹き付けアスベスト含有については、調査により不検出との結果を得たという。回収案の見送り、JSC は当初、回収による旧国率の使用継続を検討していた。 2008年の耐震診断結果を踏まえ、2010年に、組設計に改修計画の立案を発注し、2011年3月に、国立霞ヶ丘陸上競技場耐震、改修基本計画が完成した。内容や規模が異なる、計算案のうち、最も費用がかかる、収容人数7万人規模への大規模改修案では、改修費は777億円と見込まれた。しかし、 以下のような理由が懸念され、改修でなく建て替えとなった。2011年2月には、超党派議員連盟のラグビーワールドカップ2019日本大会成功連盟が総会で8万人規模で再整備すべきと決議した。同年6月には、スポーツ基本法が国会で制定され、翌2012年に策定されたスポーツ基本計画では、JSC は 国立霞ヶ丘競技場等の施設の整備、充実等を行い、オリンピックワールドカップ等大規模な国際競技大会の招致、開催に対し支援すると定められた。JSC は相当にアクロバティックな手法を使わない限り、8万人規模を回収するのは不可能と判断し、回収案を断念して全面的な建て替えを決定した。 翌2012年2月17日になると、自民党スポーツ立国調査会にて、8万人規模、軸に検討、全天候型ドーム構想を視野に、都の全面建て替え工事構想が発表され、河野一郎 JSC 理事長10月就任は、改築という表現で、世界一のものを作りたいと決意表明した。また、レガシーというコンセプトも、たびたび使われ続けた。 3月6日に組織された国立競技場将来構想有識者会議では第1回会議で改築に向けて以下の事項を柱とすることに合意した。これらの柱をもとにして今後は3つのワーキンググループを中心に議論を進め国際オリンピック委員会への立候補ファイルの提出締切日までに改築の正式計画を策定することを目標とした。2012年7月13日に 有識者会議の第2回会議が行われ、新競技場の概要計画を決定した。計画内容は以下の通り、総工事費は解体費を除いて1300億円程度を見込んでいる。旧国立競技場は2014年7月から2015年10月にかけて解体され、2015年10月から新国立競技場の建設を開始。 2019年3月までに完成する予定となっている。2012年7月13日、JSC という式者会議は、新国立競技場基本、構想国際デザインコンクールの実施を決定した。スポーツ施設が集積する、神宮外苑の狭い立地ながら、2019年9月のラグビー W 杯7月28日に、開催地決定の会場仕様に間に合うこと、 8万人規模、開閉式の屋根、延べ床面積、約29万平方メートルなどの細かい指定が募集要項に記載され、総工事費は約1300億円程度を見込んでいるとも記された。同年7月21日の新聞見開き全面広告では、完成は2018年度と記載された。同年7月20日から9月25日までの、 募集期間の応募総数は計46件あり、技術調査、予備審査、一時審査で11件に絞られ、同年11月7日の最終審査では、未来を示すデザイン、スポーツイベントの際の実現性、技術的チャレンジ、実現性の4項目で判断された。なお、審査委員長の安藤忠夫は後に、このデザインコンクールがアイデアのコンペだったとの認識を示した。 2012年11月15日、有識者会議での承認後、審査結果が発表され、17番、イギリスのザ・ハ・ハリドの作品が最優秀賞に決定した。最後まで競った他の2作品は、それぞれ優秀賞と入選となった。2013年9月7日、東京が2020年夏季オリンピックの開催地に選ばれ、国立競技場も大会のメイン会場と決まった。 11月には日本が招致を検討している2023フィファ女子ワールドカップのメイン会場に想定する可能性も浮上した。2014年夏季に解体開始、2015年秋頃に建て替え着工、2019年に竣工を予定した。これに伴い敷地内の JSC 本部の建物と南に隣接する日本青年館を解体し、 両者を一体化したビルを作る計画も決定した。さらに南側の A-3 地区、都営霞が丘アパートも観客の滞留空間とするため取り壊す予定となった。2015年5月18日、下村博文文科省は後期、費用の問題から計画の簡素化を発表。開閉式屋根の設置は、五輪後に、可動式観客席を仮設に変更し五輪後には、 取り外すなどとした。7月7日、有識者会議にて予定通りの10月着工への施設内容やスケジュールなどが承認された。ところが7月17日、安倍晋三首相が記者団に計画の白紙化と予定していたラグビー W 派への申告率での開催断念を表明した。その理由にコストの大幅な膨らみ、国民、 アスリートたちからの大きな批判を上げた。同日、下村文科省は2020年春までの完成を目標と明らかにした。森吉郎らが出席する第128次 IOC 総会が月末に迫っていた。8月14日の関係閣僚会議にて基本的考え方を決定。これに沿う新整備計画の策定を月内に 公募型プロポーザル方式でのデザイン公募開始を9月初めに目指すと発表。新計画は8月28日に発表され、公募を9月1日に開始し事業者を12月末に選定という目標も出された。12月14日に JSC は新デザインに応募した K2 グループの技術提案書を応募者名などを伏せて公表した。19日の審査員にて一つに絞り、 その数日前に JSC が実施した意見交換会や JSC のサイトに寄せられた国民の意見も踏まえて大東和美堂理事長が判断。12月22日、関係閣僚会議に諮り、体制建設、施設計、熊健吾のチームによる A 案に優先交渉権者が決定された。翌2016年1月29日、 約24億9127万円で競技場整備の大会期事業を契約した。同年11月までに設計を完了させる。建設費は2012年のコンペ時点が1300億円で JSC は日本の既存大型スタジアムの総工費を参考としたという。一方、森吉郎も意識したシンガポールナショナルスタジアムの 約1090億円を参考にしたのではとの推測もある。最大時には3000億円超の膨張が判明した。将来の解体までのライフサイクルコストは1兆円を超えるという試算もあった。2015年7月7日の有識者会議は増額要因に巨大なアーチ構造を持つ新競技場の特殊性、建設資材や労務費の高騰、 消費増税の3点を挙げた。つまり、もともと高コストな上に建設費そのものが値上がりした、ということである。キールアーチに関しては、鉄骨が3次元構造で特注品となり、高度な技術を持つ業者が数社しかなく、価格競争が起きにくいとも言われた。7月21日の JSC の資料によると、すでに約59億円の支出があり、8月10日には、 61億2000万円と改められた。また、ザハと完全に契約解除した場合、損害賠償なども懸念された。8月下旬の新整備計画では総工費1550億円程度とし、12月22日に優先交渉権者に決まった A 案は約1490億円としている。 従来の五輪メインスタジアムの総工費はおよそ、リオが約550億円、ロンドンが約800億円、北京が約500億円、アテネが約350億円、シドニーが約680億円。72,327人収容の横浜国際総合競技場は総工費が603億円だった。最近の国内外の大規模競技場では、 観客一席あたり100万円程度が建設単価の上限だが、申告率を約1600億円とした場合、一席あたり約200万円になる。アメリカテキサス州アーリントンにあるキールアーチを用いた約8万人収容の開閉式スタジアムの AT&T スタジアムは、総工費が約1600億円だったと言われる。また、ザハーンでは、 総工費とは別に将来的な修繕費と大規模、回収費だけで約975億円を予定し、年間維持費が約35から45億円と想定された。総工費の詳細は2015年8月19日の検証医の資料で明らかになった。2015年7月8日時点で計626億円を確保した。その他の未定分に、 スポーツ振興区時の2015年度以降の売り上げ5%の50億円超、命名権や寄付で200億円を検討し、下村文科省が5月18日に、舛添都知事へ東京都の負担に500億円を要請した。スポーツ振興基金やスポーツ振興区時、都との使用はアスリートの強化費などの減少が危惧された。国立施設への命名権導入には慎重論もあるが、 2000年シドニー五輪のメイン会場がオンズスタジアムとなった例もある。2015年12月22日時点。最大1581億円を予定するうち、半額の791億円を国が負担し、残り1、4ずつを都と JSC で接半する見込み。第190通常国会会期中の2016年5月2日。 財源に関する法律が参議院本会議で可決、成立した。猪瀬直樹都知事は2013年11月18日、と、あり部分の都民の便益となるものについては、都の負担を示唆したが、12月24日に辞職。下村文科省は、舛添都知事に2015年5月18日、周辺整備費500億円の負担を要請したが、地方財政法根拠に、 難色を示した。森吉郎は5月26日、五輪は東京都が招致したと、都の協力の必要性も示した。7月8日、舛添都知事は長年の友人、遠藤五輪省と会談し、都の負担を検討する作業チームを設置することで合意。新整備計画発表の28日には、諸施設に防災警備施設と記載されたことも踏まえ、 競技場本体の負担の検討も示唆した。12月1日、マスイ都知事は都が395億円程度を負担する案に国と合意したと正式表明した。周辺整備費等を含めると計448億円。8万人分の飲食料の備蓄など都民の利点も指摘した。批判の声が増えてから、旧国立を保存、改修して使用し続けるべきだとの主張も相次いだ。 建築家の森、山高いたる、今川県営、伊藤富夫、大野秀俊らは、それぞれ独自の改修案を発表した。日本建築家協会は2014年5月に、解体の見直しを求める要望書を文科省と東京都に提出した。牧文彦は、私は保存という常念に問題を託すよりもまず、現在案を徹底的に批判する立場を取っている。 もちろん保存回収案には不賛成ではないが、現国立競技場が解体されたら、これまでの真剣な議論が水の泡になってしまう。つまり、もう何もない。今さら何を言うのかと、事業者側は言うに違いないからだ。私はさらちになってからでも、いろいろな考え方があるのではないかということを強調したいと発言。その上で、独自の対案を2014年8月に発表した。 しかし2015年5月には旧国立競技場の解体が完了した。政治においては2013年には生活者ネットワークの議員も警官民から議議を唱えていた。民主党では有田義夫が2014年2月5日の予算委員会にて新国立競技場の問題点を質問し2015年6月には公共事業再検討本部を新設した。 都議会では公明党や共産党が2015年6月に都の負担を問題視した。2015年5月22日にはマス都イと知事が現行案での建設の中止と機能性やコストの重視を訴えた。7月9日には大阪市長の橋本徹や日本を元気にする会の松田幸太などからも批判が相次いだ。 次世代の党の松沢成分は7月14日、遠藤五輪賞と下村文科賞に今の状況は危険だと説明してほしいと訴えた。同じ頃、一部のもと五輪日本代表らが見直しを求める意見をネット上などで発した。6月末には東京新聞や毎日、朝日、読売の各紙が社説で費用がかさむ現行案維持に疑問を唱えていた。 8月14日、新整備計画に向けた再検討にあたっての基本的考え方を関係閣僚会議にて決定した。遠藤五輪省の意見交換や8月上旬のヤフーニュース意識調査の結果が反映された。業界本部の提案、ビジネスコンペ実施は先送りされた。アスリート第一コスト抑制と施設の機能は原則として競技に限定、屋根は 観客席の上部のみ、五輪、パラリンピックのメインスタジアム水準としての施設、2020年春までに確実に完成、整備期間の圧縮のため、設計、施考を一貫して行う方式、プロセスの透明化、日本らしさに配慮、バリアフリー、安全安心、防災機能、地球環境、大会後の維持管理等の考慮、大会後は民間事業へ移行を図るという内容。2は、 内閣全体で責任を持って整備を進めること、新たに専門家による審査体制を構築することも書かれた。これをもとに、新整備計画を8月末に決定する予定とし、同28日、総工費1550億円程度、五輪の際は6万8000席程度、面積は約19万4500平方メートルなどが関係閣僚会議で決まった。 基本理念には、アスリート第一、世界最高のユニバーサルデザイン、周辺環境等との調和や日本らしさの三つが掲げられた。座席空調の導入も検討されたが、休憩所や救護所などの充実で代替することとした。理由の一つとして、遠藤五輪省は温度も2、3度しか下がらないとした。技術提案書の募集は11月16日まで。ザハーンと同じく、 山下設計、山下 PMC、建設技術研究所が、協力参加することも明かされた。優先校証券者は12月下旬、震災が140点満点7人イコール計980点の、評価9項目で判断、選出する。上記の合計面積の95%以上100%以下、角室面積もプラスマイナス5%とし、 設計者側の自由裁量は認められない。しかし、AB 案ともに維持管理機能のうち、機械室、シャフトのみは要求に対して A 案が約90.48%、B 案が約29%となった。B 案では同機能のうち、共用部を要求の約249%へ広げる提案もなされた。 優先交渉権者が A 社に決定した12月22日、JSC は応募者を明かした。同日、合同会見で A 社、体制建設の山内隆会長は、外国人労働者の登用などを示唆した。聖火台に関しては、新整備計画では求められておらず、A 社、熊健吾も、開会式の演出家が決まった時にとのスタンスで、臨んできた。しかし、 聖火用のガス配管などが2016年5月に仕上がる基本設計に影響する可能性もあり、3月に検討チームを発足させ、4月中にも設置場所の大枠を決めることとなった。遠藤五輪賞や長谷文科賞はサプライズ、神秘性、トップシークレットというその特性も訴えた。JSC は旧国立の聖火台の再使用も検討。 4月28日、政府の検討チームは、フィールドか競技場の外が技術的制約が少ないと評価を示した。バリアフリーの観点では、遠藤五輪省は10月末からのイギリス視察後、パラリンピック開催時の車椅子席の割合を最大2%に増やすよう、公募で決まる設計会社に求める方針を示した。明治公園の四季の庭、霞ヶ丘広場は、 2016年1月27日に廃止、関係者以外立ち入り禁止となった。そこに居住してきた野宿舎の支援団体の男が3月に JSC 関係者への障害と公務執行妨害の容疑で逮捕される事態も起きた。2015年7月17日の計画白紙発表後、武田恒和 JOC 会長はプレオリンピックの五輪前の開催を希望した。 立候補ファイルには2019年11から12月と2020年2から4月にテスト大会を記載していた。8月25日に来日したジョンコーツ IOC 調整委員長は遠藤五輪賞に2020年1月までの完成前倒しを申し入れ、休憩各案の活用や2016年10月の着工も希望した。五輪放送サービスの場所変更が生じた場合の 観客席減少などの懸念をすでに8月上旬に表明していた。今回は招致プレゼンにて各国選手らが入場更新後に着席して観覧できることを約束した点、カメラ前の座席などは使えない点なども挙げた。当初の竣行予定を2020年春としたものの8月28日の新整備計画では後期短縮目標は2020年1月末を 期限と書かれた。2015年8月28日の新整備計画にて、2020年五輪の際は6万8000席程度となった。なお、業務用給水準書では実質席数は約6万席としている。さらに、陸上トラック上部への増設で8万席規模にも対応との条件も決まった。プラスチック製を想定しているが、2016年2月に、 木星にするよう求める決議を自民党は採択した。夏季五輪の IOC 基準では、会閉会式の開催条件は6万人収容だという。2015年8月にはジョンコーツ IOC 調整委員長が8万席を割っても容認するだろうとコメントした。日本のサッカー業界からは2018年以降の FIFA ワールドカップの開幕戦と決勝戦の 開催条件である常設で8万人以上のスタジアム条件を希望する声も多かった。また観客席の2、3以上に屋根が仮設されることも同じく W 杯の要求条件という情報もある。なお、2012年コンペの条件は8万人規模だった。牧文彦は8月6日周辺道路が狭いこと等から8万席規模では 災害やテロ予告などに対して観客の避難誘導が難しいと危険性を指摘した。W 杯以外で満員にできるイベントは少ないとみられ、一部を仮設席とし、常設は約5万席程度に縮小すべきとの意見もあった。新コンペの業務要求水準書によると、2012年五輪の開催時、その後ともに車椅子席と同伴車席を約450席ずつ。 く計画である日本サッカー協会などが従来から訴えていた可能な限りピッチに近い臨場感のある観客席との条件も明記された。選ばれた A 案には木材が多用される予定。これまでの五輪会場で使用してきた木材は第三者機関による国際的な森林認証を取得することが標準になっているものの日本国内では認証された木材の 流通量自体が少ないという指摘がある。団地内の外苑マーケット都営霞ヶ丘アパートが観客の滞留空間とするため取り壊す予定となった。住民を立ち退かせ、馴染みのない近隣の都営住宅へ抽選で転居させることで地域のコミュニティが壊されることが懸念された。現在 3DK に住む人なども単身者の転居先は 1DK と決まっているという。 反対住民や支援者で作る霞ヶ丘アパートを考える会などの有志は2014年7月15日以降東京都に要望書を何度も提出している。計画見直し前からの指摘に景観問題があった。日本学術会議によると建設地の既存樹木は1545本が伐採219本が移植される予定である。しかし、 ザハーンの緑化計画では、移植時は1本のみであり、74本は人工地盤上へ移植するとし、残り144本は明示されていなかった。2015年9月1日発表の JSC 業務要求水準書参考資料には、原存樹木と移植樹木のリストが含まれた。同会議の都市と自然と、 環境文化会は2015年4月24日、周辺の人工地盤と地下開発をやめることを求める提案を発表した。人工地盤では、樹木が根を張るには、地中の深さなどが不十分で、持続的な生育は難しいという考えに基づく。地面から直接植樹して、森として整備し、さらに渋谷側を再生するべきという内容だ。この案では、気温や、 湿度などから算出する暑さ指数が競技場周辺で最大4.6度低くなるとも主張した。また、国立競技場がある神宮外苑は、東側に赤坂御用地、北西側に新宿御園南側に青山霊園が存在し、これらの広大な緑地帯やオープンスペースによって、東京都心のヒートアイランド現象を抑制する効果をもたらしている。 しかし、建て替えによって悪影響を及ぼし、気温上昇につながるのではという指摘もある。工事を受け負った建設会社に勤務、現場監督の新入社員の20代の男性が2017年3月に失踪、4月に長野県で自殺した遺体が発見された。会社側は当初、規定内の80時間と言っていたが調査の結果、月間の残業時間が200時間を超えており、 過重労働が日常化していたとみられる。これを受け厚生労働省が実態調査を行うと表明した。選手の練習用サブトラックを仮設、すなわち五輪後に取り壊すことでは、旧国立同様、企画上、陸上の国際大会などを開けない。当初は隣接地での常設案があったが結局、仮設の予定とされていた。 2012年4月の有識者会議参加、施設建築 WG 第1回では、当時の東京都都市整備局議官、安井淳一の必ずしも、高級的な施設である条件ではないとの発言も、あった。2015年7月の計画白紙を機に、日本陸連などが常設を改めて訴え、近隣の軟式野球場、テニスコートの再整備による設営要望などもあった。 しかし、8月28日の新整備計画では競技場の徒歩圏内に仮設で設置となり、聖徳記念会画館の向かいが図に示された。また、競技場時代、五輪後は固定席での8万席規模への増設も想定され、完全な休憩場となる可能性がある。なお、旧国立の時代の場合は、通常は隣接する東京体育館付属の 陸上競技場と近接する代々木公園の敷地内にある陸上競技場を陸上用補助トラックとみなし、日本陸連第一種購入を受けていたが、前車は直線100メートルと周回200メートル後レーンしかなく、後者は双方の施設の移動距離がかかる。そのため1964年の東京オリンピック、1991年の世界陸上ともに、 上記とほぼ同じ神宮外苑の軟式野球場に仮設トラックを設けて対応していた。また、陸上競技用の補助トラックの常設化が難しいため、陸上トラックを撤去した上で、球技専用スタジアムとして機能することも検討されており、その場合、当地の代替となる陸上競技場の機能を味の素スタジアム、あるいは駒沢オリンピック、 公園総合運動場陸上競技場を整備して使用する案が有力視されている。2015年8月の基本的考え方新整備計画にて屋根は観客席の上部のみと決定。開閉式屋根は断念となった。なお、施設の機能は原則として競技に限定とも決まったが、遠藤五輪省はスポーツ競技しかやらないという意味ではないと語った。 下村文科省が5月、年間10回以上コンサートを開ければ、黒字になるというので、屋根を作ろうということになったと、収容と敬意を明確にしていた。2014年には JSC が集客創造研究所に年間収支を依頼し、屋根ありで約4億円、屋根なしで6億円と試算された。当初、近隣への騒音で、コンサート回数が限られた。 旧国立からの脱却が目指されたが、曲線の多いザハーンでは、ガラス繊維でなく折り曲可能な CC 膜材を選択。その成果、遮音性能は15から20デシベル程度に過ぎないと、された。また、C 種でもポリエンカビニール等の場合は、耐久性も不安視された。密閉式ドーム屋根以上に、雪の重さ対策も、課題となった。有識者会議では、鈴木宏などが、 開閉式屋根を押した。参加の文化 WG メンバーでは、徳良俊一座長がザハーンでの残響時間を2秒程度への改善を要望し、ザンマリエコは相次ぐ首都圏施設の建て替えによる会場不足も後に指摘した。山戸和光によると、2013年頃の休国率の年間維持費のうち約2億が嵐のコンサートによる収入だったという。 商業利用の面で屋内施設の公益財団法人日本武道館と比較されることもあるが新国立を運営する JSC は独立行政法人である。球技では天然芝への悪影響が不安視された。実際日本の開閉式サッカースタジアムでは芝生の育成に苦労している。晴天時に屋根を開けて直射日光を取り込んでもドーム構造自体が 日照や風通しが悪くて水分が飛びにくい、蒸れた環境であるなど難点があるとされる。また、大型送風機での内部空気循環も維持管理の手間が指摘された。スポーツ放置の取材によると、2020年の五輪後、収益や稼働率を上げる観点から、フィールドを覆う屋根の設置を検討していることが分かった。これは、 大会後民間委託による運営を検討する過程の中で検討されており、屋根設置などはそのコンセッションにより委託される事業者の負担が有力だという。屋根を不設することになれば、コンサートなどの開催は可能だが、騒音問題が懸念されてしまう。また、密閉式の屋根にしてしまうと、技術的な問題から天然芝の養生が困難であるため、人工芝への張り替えなども、 必須とされるなどの課題がある。国立競技場将来構想有識者会議。女性メンバーは会務だった。計6回開かれ、2015年7月23日に解散した。施設建築、スポーツ、文化の下部組織3ワーキンググループからコンペ前に計128項目の要望が寄せられ、電気メーカーなどから最先端技術の導入案も集まった。なお、 民主党政権下の有識者会議資料はほぼ未公開だった。ザハーが決定した第3回の議事録は公開されていたが、2015年8月に完全版の発言録を自民党行革本部が入手し開示した。備行新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議。初会合は2015年7月21日。 議長は遠藤五輪省で、副議長には菅官房長官と下村文科省が就任。麻生副総理兼財務省、岸田外省、大田国交省も加わった。内閣官房、整備計画再検討推進室が事務局として会議のもとに設置された。室長は杉田官房副長官。副室長は泉総理補佐官、古谷副長官補。国交省から、 官庁営全部担当の葉山新一審議官らが加わり、翌22日に長年の友人である遠藤五輪省から要請を受けた舛添都知事は都の準備局の小山哲司理事らを派遣した新国立競技場整備計画経緯検証委員会6人の第三者で形成文科省が計画白紙までの経緯検証のために設置事務局長は 文部科学審議官の前川喜平。初会合は2015年8月7日。関係者へのヒアリングを実施し、9月24日に報告書を発表した。新計画への反映を踏まえ、タイトな活動となった。JSC 内におき、工事前、技術審査段階、価格等の交渉の3段階で意見を聴取する。初会合は2015年8月17日。 顔ぶれは、ザハーンの施向者選定時にも JSC に置かれた技術審査委員会の7名と同じかは不明。A 案、B 案の審査結果2017年1月24日、新国立競技場の建設に関わる業者が協力し、下請けなどへの暴力団の参入を防ぐために設立された。ありがとうございます。